はい、おはようございます。釣り子 TV です。月末で給料日を迎えるということはですね、こうルアーを物色していろいろな釣り具屋さんを巡る時期に差し掛かるわけですけどね、今回はですねタックルベリーに中古ルアーをですね、これビビビッときたのがあったんで買ってきました。これすっごいいい色味じゃないですか。ジョインテッドクローのですね極みって問屋さんのオリジナルカラ ー限定カラーのシリーズっていうことで、ジョインテッドクローってものすごい数のカラーバリエーションありますよね。その中で問屋さんオリジナルのスペシャルカラーっていうのが時期時期に出ますよね。今だとアユの一生シリーズとか魅力的なカラー非常に多いですけどね、これ非常にこの真っ白クリスタルチャットっていう名前みたいですけどね、このカラーが店頭に並んでいて、しかも見てください、こうフックサークルもなくですね、これ使ってないんじゃないかなっていうぐらい綺麗な状態で、売ってました。で中古で売っていたので、買ってきたんですけどね、これいくらだったかな、タックルベリーでですね3240円、アユじゃ178、3240円でですねこれが買えたっていうことで、掘り出し物じゃないかな。まあジョイクロって5000円近くしますからね、しかもこのカラーで、タイプはですねタイプ F フローティングということでですね、これを買ってきてみました。カバーがついていて、やっぱフックの状態とか見てもですね、これマジ使ってないんじゃないかなっていう、非常に、で白色でフローティングでということで、自分の場合はですねジョインテッドクロー今年はですね、まあブラックバスではもちろんこれいけそうかなっていうタイミングでは投入しているんですけども、どちらかというとシーバス釣り、鈴木釣りの方でですね、去年の一番シーズンの終盤の終盤の終盤にジョイクロ使ってですねでかいシーバスが反応するっていうパターンをですね、なんか見つけかけて、それで追いかけきれずにシーズンが終了したっていうことがありまして、今まだ10月始まったばかりですからね、ここから 1.5 ヶ月ぐらい東京のワンオクの方にもですねシーバスがわんさかわんさかいるっていう、こういう時期になりますんでね、でそこから徐々にですね、東京港の方にはいなくなったなっていうと、東京湾の方の、まあ、木更津とかあっちの方に集結しだす、そんな時期は昼間とかでもよく釣れますからね。ただこの F を買ったということで、でこの視認性の良さそうっていうか、まあシーバスって結構白とか真っ黒とか多用するんですけどね、ボシュッと夜にボイルしたシーバスに流れのこうなんていうんですかね、上流側からふわーふわーってこうドリフトさせていってボコーンと水柱を立てる、こういった使い方に使いたいなーなんて思って、まあで真っ暗で見えないんですけどね、それでもこの背中ですから、比較的プカーと浮いてれば他の背中がまあ濃い色のジョイクロなんかよりも位置を特定しやすいんじゃないかなと思って買ってみました。この白、綺麗ですよね、クリスタルなカラーです。こういう感じでまあちょっと買いそびれたなーっていう、もう売り切れて買えなかったなーなんていうのも中古釣り具屋さん巡ってるとたまにこれっていうやつと出会えたりしますからね、まあ引き続きですね中古釣り具屋さんは、まあかなり通ってるんですけどね、またいろいろと探して見に行こうかななんて思って、改めながらじゃないのかな、せっかくなんでジョイクロの178の F って何グラムなのか、何グラムでしょうか、 55.1 グラム、およそ55グラムあるんですね。というわけで、まあでも竿はですね、まあジョイクロなんでそこまでガチムチっていうよりもちょっと、先端が入るような竿が使いやすいのかなということで、まあ自分は7フィートぐらいの、
ミディアムヘビーとかそういった竿で使うことが多いんですけどね。あとシーバスロッドだとスピニングでもでかいルアー投げるのに特化したスピニングなんかもありますからね、そういったところを使ってバヒューンと投げていこうかな。でもそんな遠距離っていうよりもジョイクロ広範囲に探るっていうよりもピンポイント爆撃して、食わせるっていう使い方が多いかと思いますので、そんなに多分大エントは必要ないのかなと思うんで、まあまあいろんな、タックルでですね、一番動き出しやすいセッティング、まあ、糸も含めてですね、シーバスで探していければななんていうふうに思っております。というわけでですね、本日の釣り工 TV はこれ中古で買ってきたんですけどね、ガンクラフトのジョインテッドクロー、トンヤさんオリジナルのこの極めシリーズ、頭に極めって入ってますね、これのフローティング、これを買ってきてみたよ、とこういった動画でした。はい、釣り工 TV でした。